情報統合支念体が設定したタイムリミットは明日の夜。それまでに俺はどうにかしてこの閉鎖的閉鎖空間を打開しなくてはいけない。どうにかすると言っても俺の取れる手段はただ一つ、ハルヒに現実に戻りたいと思わせることだけだ。だとすれば、とりあえずハルヒと話をしてみようと、ハルヒを探してあちこち歩き回っているのだが、どこにもいない。グラウンドにまで来てみたが、全くもって人の気配がない。普段賑やかな学校がこんなことになっているのは正直不気味だ。そのように思い詰めた顔をしていると転んでしまうぞ。シャミセンか。お前、ハルヒの居場所を知らないか。あの元気なお嬢さんか。彼女なら写真部に入っていくのを見かけた。何をするつもりかは分からぬが、何か張り紙を表に貼っておった。ある日のことだ。散々撮った朝比奈さんの写真でも現像しているのかもしれない。推測するに、張り紙は立ち入り絶対禁止とかそんな感じだろう。しかし、となると迂闊に近寄れないな。少し時間を置かないと。相当思い詰めているな。お前に関係ないだろう。そっか。ん？どうしたんだこいつ。いつもだったらこの異常空間を共有する者同士、関係なくはなかろうぐらい言いそうなのに。お前の方こそ元気ないな。どうしたんだ。シャミセンは言葉を濁すように顔を一度前足で洗った。何か言いたげな。もしかするとこいつなりにさっき長門から聞いたことを気にしているのだろうか。あまりに静かすぎて少々居心地が悪いのだ。他の生き物の気配がないというのは不気味だからな。それが本音なのか、本音をごまかした言葉なのか、俺にはよくわからなかった。ただ三味線が何らかのストレスを感じているらしいことだけはよくわかった。そういうのは気になるさ。保護者としては一応な。大丈夫か？これも一つの経験として思えばな。三味線は力なく笑った。三味線、少し気分転換したいところなんだが、付き合ってくれないか？何をすればいい？単に話し相手になってくれればいいんだ。うむ、承知した。三味線を元気づけると言っても、猫の元気づけ方なんて知らないからな。三味線と俺とで共通にできることは話すことぐらいだ。少しは気を紛らわしてやることができるといいのだが。それはつまり、君も気になる女性がいるということか？なんでそうなるんだ？この手の質問をするタイプは大抵、自分の恋愛で悩んでいるものだ。安心したまえ、私の口は固い方だ。して、どのような女性が君のタイプなのかね？もういい。Bye.
ダイエットだと思えば耐えきれるのではないか。そんなの俺には必要ないぞ、多分。それを聞いてどうするのかね。いや、どうするってわけじゃないんだが。その口調から察するに、その場で話されていたことの内容も君は知っているのだろう。まあな。であれば私から言えることは何もない。あえて言うとするならば、運命とは自分の意志で切り開くものということぐらいだ。ありきたりな助言で申し訳ないが。ああ、いや、いいんだ。ありがとな。我々の仲間たちが死ぬ時にどこかに身を隠す場合が多いことから、そういう噂が立ったようだな。じゃあ特に決まった場所があるわけじゃないのか。決まっているわけではない。ただ死ぬ時ぐらいは自分の好きな場所で死にたいと思う猫が多いということだろう。今はの際には私もそのように考えるような気がする。幸か不幸か、まだその経験がないのではっきりとはわからないがね。好きな場所で死にたいか。まあ確かに俺だってそういうふうに思うだろうな。礼を言う。あ？私に気を使ってくれたのだろう。それもあるが、俺も誰かと喋りたかったんだよ。そうか。やはりコミュニケーションを取ることは素晴らしい営みの一つだな。己の気持ちを一新させてくれる。会話しているように見えても正しい意思伝達が行われているとは限らないけどな。だろ？確かにな。ところで一つ頼みがあるのだが、いいだろうか。なんだ？私を抱き上げてくれ。もう構わんが。何なんだ？今度は人のぬくもりが恋しいとか言い出したら、さすがに放り投げてやろうと思いつつ、三味線を抱き上げた。すると。なんだこの体勢は。三味線、顔が近すぎだぞ。一体何の真似だ。まじないだ。あ？私が子猫の頃、母猫から聞いたのだ。額を触れ合わせると元気が出てくると。額って、お前の頭どこら辺が額なんだよ。今触れているところだ。猫の額のように狭いという表現はよく聞くが、まさかそれを体験する日が来るとは思わなかったぜ。でどうだ、元気は出たか。出てきたようにも感じられる。君はどうだね。なんか変な気分だな。しかしまあ、ほのかにあったかい感触は悪くない。そうか、効き目がないわけではないというところだな。もう下ろしていいぞ。それじゃ俺は春日を探しに行くから、あんまり考え込むんじゃないぞ。猫は猫らしくのほほんとしとけ。心がけよう。
三味線と別れ、俺は迷わず写真部に向かった。しかし、写真部に春日の姿はなかった。すでに移動した後らしい。部室にも戻っていない。もしやと思ったのだが、当てが外れた。仕方ない。とりあえず編集を進めておくか。人間、明日には命数が尽きるかもしれないというのに、生理現象は規則的に訪れるものらしい。自分の体の正直さに呆れながら、編集作業を一時中断し、トイレに行こうと席を立った。なんだこれは。廊下にはこんもりとどんぐりの山が出来上がっている。ごく最近見た光景と目の前の光景が重なる。ということはあれか。これも繰り返しの一つなのか。ちょうど良いところで出てきたな。なんだ、昼飯の礼にどんぐりか。そうではない。当初はそうではあったが、今はそのつもりで集めてきたわけではない。何が言いたいんだ。尋ねるが、先日私が君に進呈したどんぐり、学校内にばらまいたのは君かね。ああ、学校内にどんぐりが点々と転がっていた。誰かが踏んで怪我をしてはいけないと集めてきたのだ。立ち入ったことを言わせてもらえば、いかに思い詰めていることがあろうとも、物に当たり散らすのは褒められた行動ではない。また人の行為をこのような形で踏みにじることもどうかと思う。ちょっと待て。なんだ。どんぐりをばらまいたのは俺じゃないぞ。俺はてっきりお前がやったのかと。私はそのようなことはしない。集めた私がそんなことをするのは無意味だ。確かにそうだが、じゃあ誰が一体何のために。そうか、なるほど、そういうことか。なんだよ。なんでもない、気にするな。気にするなという言葉は、気にしろと同意語のような感じがする。って、あれ？前にも同じことを考えたような。で、おい！人が考えているうちに去っていくなよ！まったく。何を考えているんだ、あいつは。それに何が分かったんだ。ああ、もう、これ以上頭を悩ますことを増やすなよ。仕方ない。とりあえず、トイレにだけは行ってこよう。パソコンの前に座っても、一向に集中できない自分を持て余し、少し頭を冷やそうと、非常階段までやってきた。編集をしていると当たり前だが、撮影した長戸の姿を見ることになり、どうしても今朝の会話を思い出させる。まったく、どんな冗談なんだ。どんな冗談？うわっ！振り向くとそこには長戸が立っていた。長戸のことを考えたくなくてここに来たのに、よりにもよって本人に会ってしまうとは。どんな冗談？いや、なんでもねえよ。自分でも笑えない白々しさだ。
長門の目が怪しんでいるような気がする。今朝の話を立ち聞きしたからとは言えないし、どうする。俺長門、お前も休憩しに来たんだろ。せっかくだから少し話さないか。ここで下手に立ち去ったら絶対怪しまれる。ここは平常心を装っていつも通りの自然な会話を心がけるしかない。無理にとは言わないが。長門の頭がこくりとうなずいた。こいつにしては珍しくうなずいているとよくわかる角度だった。よし、とりあえず前段階はクリアだ。あとは長門の好きそうな話題を振ってこの場をごまかすことに全身全霊をかけよう。わかった。え？限界値を算出する演算処理を開始する。ただし、多くのリソースが必要となるため、私の個体としての維持機構を停止させる可能性がある。待て、長門。すまん。今のは忘れてくれ。わかった。忘れる。初恋は甘酸っぱいもの。え？長門、どこでそんな情報を仕入れたんだ？小説。なるほどな。甘酸っぱい。どうかな。俺の場合は幼稚園のおやつで出たキャンデーの味って感じだ。なるほど。私たちのためにとどまってくれるものは何一つない。え？パンセ。パンセ？まあ何にしろ頑蓄ある感じの言葉だな。教えて。なんだ？メガネっ子って何？は？私について語る人が時折メガネっ子で亡くなって悲しいと話しているのを耳にした。誰だよそんなことを話している。外道は。外道とはどういう意味？いやいや、なんでもない。メガネっ子については知らないままでも全然困ることじゃないと思うぞ。そう。なぜ？着てみたいとかは思わないのか？いや、興味がないなら別にいいんだけどさ。鈴宮春日の要望があれば。え？ああ、そうなのか。そう。長門？戻る。また明日。長門は小さく言うと、あっという間に行ってしまった。
どうしたんだ長門のやつ。長門の慌てたような行動に少し面食らって、呆然と立ち去った方を見る。結局のところごまかせたのか。あいつから立ち去ったのだから大丈夫なのだとは思うが、何しろ長門と普通に話せたことは俺にとってはプラスだった。焦る気持ちを落ち着かせることができたからだ。まだタイムリミットまで一日あるんだ。焦って何も手をつけないより何かした方がいいな。それがいい結果を生むかどうかは分からなくても、俺は部室に戻ることにした。数時間後。ああ、やればできるもんだな。塵も積もれば山となるとはよく言ったもので、終わりがないように見えた編集作業も、実は終わりに近づいていることが分かった。ストーリーとしては完成度は限りなくゼロだが、完成には違いない。あの混迷を極めていたダラダラ映像がきちんと、まあ、それなりに30分以内に収まりそうなことに、我ながら感動を覚える。朝比奈さんの脳殺スタイルを監修にさらすことに怒りを覚えながら、小泉のゼロ円スマイルに嫌気がさしながら、長門のつぶやきを最大限に取り込みながら、春日の天の声は最小限にしか入らないように工夫しながら、よくぞ俺頑張った！徹夜でやればどうにか明日には間に合いそうだ。もしこの映像が完成すれば、満足した春日がこのループを抜け出そうとするかもしれない。なんだか光明が見えてきたぜ。よし、もう一頑張りだ。しかし、このままだとビジュアルエフェクトが全然ないな。まあいい、30分に収まってから考えよう。かけなくかけな、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日もいいことがありますように。